先ほどオープニングに引き続き、はい、はい、渡辺美です。よろしくお願いします。はい、高橋真央です。吉井奈です。私たち時給制アルバイトアイドルユニットアルバイドルです。よろしくお願いします。してない。はい。どういうことですか。いや、これはこれでね、まあ大人の事情があるんですよ。その前にこの埃が埃が。あなたがちょっと一挙手一投足でめちゃくちゃ。新品で。新品だとしたらもう作りの荒さがえぐいですね。猫アレルギーの子ならもうくしゃみが止まらないですよね。え、羊ですか。はい、羊です。羊だ、羊としてだけに、はい、この格好で、はい、おふざけが過ぎます、ね。おふざけが過ぎるんじゃないですか。え、ちょっと振り切れだった羊が。じゃあこれ何なの。違うんですか。羊じゃねえんですか。妥協して何買ったんですか。近いもん。まあ、ほぼね。まあ、でも、アイドルくくりということで。お、いいですね。はい、そうですね。ただ、ちょっと年季が入ってらっしゃる。え、びっくりしたよ。あれ、違う。え、私、どのくくりだったんですか。え、アイドルなんですかね。あ、大丈夫ですか、言って。YouTube に上がってるんで、はい、なんで検索したら出てくるの。
アルバイドル。アルバイドルで。アルバイドル。はい。カタカナでお願いします。どうですか、渡辺さんは最近辛いことありました？いや何回かもうここで一緒になってるけど、毎回辛い話しかしないから。そうなんですよ。ありました。あるかい？年末のアルバイトでキノコになったんですけど。日本語大丈夫ですか？キノコの格好をしてて、キノコの格好をして配ってたら、頭を叩かれたり、写真めっちゃ20人くらいに囲まれて撮られたり、触られて大きくなったって言ったり、いろいろされました。いやかすぐに辛いエピソードが出てきますね。ありがたいですね。同じはアイドルなんですよ。アイドルでは広いですよ、いろいろ。幅広いですね。いろんな、いろんな仕事をしてるんでしょ。そうだって。はい。ね、今度は高校服も着ます。なんか着てるね、常に。なんか着てますね。この前はサンバも着ました。サンバ。はい。あ、こう、ワールドカップの時に。なんか本当に、はい、ノーマルな衣装は一回もないですよね。アイドルなのに。ありましたね。あ、あれ。マッチョ。マッチョノーマル。めっちゃ綿が入ってる。全身の。ノーマルとする感覚が分かんない。ノーピンの賜物でしかないから。出してない。いずれね、あんな感じになると思うんですけど。気をつけます。目標としなきゃダメですよ。ありますだって、キノコかぶって小疲れの話。持ってるでしょ。持ってるんだ。小疲れの話なんて。超面白いでしょ。はい、ちょっとお休みされた方がいらっしゃるみたいなので、ちょっとあれなんですけれども、桜井さんがちょっとお休みになりまして、すいません、残りタイガースリーさんから、メイプル超合金まで16組なんですけれども、はい、続けて見ていただけたらなと思っております。では、じゃあスタートをじゃあみんなでやろうか、なんかあったら。あ、なるほど。うん、あったら、うん、そんな感じで。続いて後半戦スタートですみたいな可愛いやつだったら後半戦スタート的なやつ、うん、可愛いやつか、本当に大きな声でスタートって言ってもらってもらって全力で言ってもらうっていうのもありますけど、いいですか、渡辺さん、よろしいですか、なんで、大きい声で、みんなで一緒に、せーのって、いや、可愛い声じゃなくて、みんなで、僕ら4人でせーのって言うんで、スタートどっさ聞いた声でお前、いや、全然もらえる。そしたら安定もらえる。はい、お願いします。できるかな。じゃあ、せーのいきますよ。せーのうちだね。え、せーのスタート。あー、あー、いいな。ちょっと待って、これじゃない、ボリュームが、デシベルが足んなかったから。まだ女が出てたわ。じゃあ、ちょっと松さんに言ってもらうか。僕らこっち4人でせーのつんで、ちょっとスタートなんですか。一発でかいの。はい、いきますよ、じゃあせーの、せー